廃線探索シリーズ、そこにはレールがあった。今回は首都圏からちょっと足を伸ばして静岡県の伊豆箱根鉄道寸津線を歩きます。三島は近年開けたる津村線路の分かれ道、鉄道唱歌にも登場する寸津線の起点は三島駅ですが、東海道線の丹那トンネルが開通する前までは現在の御殿場線下尖駅が三島駅で、そこを起点としていました。その後下尖線として復活する計画がありましたが、それは線路跡を一通り歩いてから詳しく取り扱います。早速下尖駅にやってきました。奥には富士山が見えます。さすがは静岡県。駅の住所は寸東郡長泉町。三島駅を名乗っていても三島市ではありませんでした。なおこの動画では分かりやすさのため、特に断りのない限りは年代に関わらず現在の駅名でご説明します。側線がありやや規模が大きかったことが伺えます。こちらは1948年に撮影された現在の下尖駅。東海道線の丹那トンネルが開通したのは戦前なので、すでに御殿場線として分離されていますが、まずまずの規模を維持しているように伺えます。そして下尖駅からは寸津線の線路跡らしき筋が確認できます。なお線路が国鉄線と接続されていたように見えますが、実際戦前の一時期東京方面からの直通運転が実施されていたようです。これは何でしょう。資材置き場のようで、奥にはトロッコがありますね。寸津線の駅はあの辺りにあったらしいです。駅は委託駅ですが、一部無人の時間帯があります。駅前にはロータリーが整備されているほか、何やら風流な噴水がありますね。それでは次の駅であった三島広小路駅へ向けて歩いていきましょう。早速ですが、こんな看板が。こちらが開業30周年、つまり1928年頃の下尖駅。そしてこちらは下尖駅に入線する D52 型蒸気機関車のさよなら運転。寸津線、かつての図装鉄道も紹介されています。かつては直線だった線路が三島駅へ向けて半ば強引にカーブさせていることが伺えます。さあ改めて歩いていきましょう。寸津線は駿河と伊豆の合成ですが、駿河の国に入る領域は現在の下尖駅周辺だけ。現在の寸津線は全区間伊豆の国だったエリアを走っています。ただ寸津線の名称自体はかつての社名が由来なんだそうです。駐車場となり視界が一気に開けました。駅は奥に広がっています。ちょうど先ほど見た資材置き場を反対側から見た構図となります。ちょうど中央やや右の土手からこちらの方向へ線路が伸びていたと考えられます。廃線になったのは戦前ということもあり、一帯は区画整理でその痕跡は大きく消滅しています。大通りを作っているのでしょうか。調べたところによると沼津三島線という道路を整備しているんだとか。ただ
未整備の区間が多く、全通する日は一体いつになるのやら。そして突き当たりに、東海道新幹線の本線と三島車両所です。なぜか道路が S 字カーブになっていますが、ちょうどスンズ線はこの辺りでカーブし、新幹線を斜めに横切る形で三島広小路駅へ進路を変えていました。1948年撮影の航空写真と現在の地図を照らし合わせると、この不自然な S 字カーブを描いている場所が線路があった場所のよう。新幹線沿いの道路は新幹線建設時に整備されたようですが、あたかも寸図線と自然に交差していたような線形です。盛戸に刻印された名板によれば、1963年8月に竣工したよう。1961年の航空写真を見てみると、この時点ではまだ新幹線は未着工。1975年ではなんとまだ線路があったであろう盛戸が残っていることがわかります。しかも盛戸を境に新幹線沿いにある道路が少しずれていることもわかります。つまりここはかつての寸図線の盛戸を改作ないし撤去して通された道なんでしょう。盛戸の形からして新幹線の盛戸に寸図線の盛戸やレールが埋まっている可能性も否定できません。まずは新幹線の本線、そして三島車両所の敷地をくぐっていきます。新幹線をくぐったら線路跡の方へ向かいます。おや、これは何でしょうか。鉄路柵がありますね。しかも鉄路柵の根元には国鉄の境界標。新幹線の高架線から道路を隔てたここになぜ国鉄の境界標があるのか。航空写真を見てもこの付近に斜め南西に向かって伸びる線路はなく、なぜここに国鉄の境界標が置かれていたかは不明。新幹線の車両基地用地として確保されていた名残かもしれませんが、それだと鉄路柵の説明がつかないですね。これは別の機会に研究する価値がありそうです。さらに先へ進んでいきましょう。この斜めに入っていく道が線路の名残だそう。しかし突き当たりになり、一旦さっきの道へ戻ります。先ほどの突き当たりにあった民家からこちらの方向へ線路跡は伸びています。ただし線路は今歩いている道路ではなく、向かって左側の民家が並んでいる部分。ここにレンガの壁がありますが、これは橋台の跡とされています。イギリス積みという工法で1898年に寸図線が図層鉄道として開業して以来のものだとか。ただしアスファルトで固められており、詳細な構造は伺い知ることはできません。そして橋台跡はここにもあります。線路はこの先で現在の東海道線と交差します。
スンズ線は東海道線を斜めに横切るかのように伸びていました。この踏切は横断踏切という名称ですが、東海道線とスンズ線がここでクロスしていたかといえばそうでもありません。でも由来に因果関係がありそうですね。先へ進んでいきましょう。この先は道路の関係で線路跡から少し離れます。線路はここからこちらの方へ伸びていました。右の民家がずれて並んでおり、線路跡を伺わせます。線路はこの建物からこちらの方向へ伸びていました。よく見るとわずかながら電車の姿を確認できます。現在の線路との合流点はもうすぐそこですね。この水路の奥を見ると、線路がある位置あたりにガーター橋らしきものが。今回は見落としてしまいましたが、別の場所にあるスンズ線のガーター橋らしき構造物と形状が同じなので、もしかしたらこれもスンズ線のガーター橋かもしれません。塀が斜めになっています。これも線路の名残ですね。いよいよ現在の線路がよく見えるようになりました。ところで、事前のリサーチではここは伊豆箱根タクシーの営業所でしたが、閉鎖されたのか何もありませんね。ここで現在の線路と合流します。タクシー営業所はなくなり、舗装もし直されていますが、やや右の継ぎ目が線路の名残です。こうやってまっすぐ行くとぴったり現在の線路につながりますね。ご丁寧に踏切脇には急線が分岐している旨看板が設置されています。ちょうど電車が来ました。奥に電車が見え、その電車が大きくカーブして今立っている踏切にやってきます。いかに強引に線路を曲げたかが伺えますね。合流する部分は伊豆箱根鉄道が駐車場として分譲しているようです。と言っても車室がかなり無理な配置ですね。奥には自治会の倉庫があります。せっかくなので三島広小路駅まで歩いていきましょう。
この道路、なんだか昔は2車線で歩道拡幅で1車線になった感がありますね。三島広小路駅に到着です。図相鉄道として開業した当時は駅はなく、路面電車との乗り換えのために広小路連絡所として1914年に開業しました。自動券売機や自動改札機を備えますが、ホームは1面1線しかなく、基本的に三島駅と修善寺駅が交互にやってきます。最終の台売機以外、三島駅か修善寺駅なので、発車表も時刻と発車順序だけを表示する簡易仕様。運賃表は東は戸塚、西は藤枝、そして北は身延の一つ先塩の沢までカバーしているようです。というわけで今回の探索はここまで。短い距離かつ戦前に廃止されていながらもちょくちょく痕跡が残っているのには驚かされました。ところで伊豆箱根鉄道は下尖線として、下尖、ひいては吉原方面への復活延伸を目論んでいたことをご存知でしょうか。それはちょうど新幹線を建設していた時期。伊豆箱根鉄道は社有地であった廃線跡の芝生をかさ上げしますが、新幹線を妨害するかのごとく高さは新幹線と同レベルに構築。しかも延伸の申請は運輸省に出したものの、工事はなんと無認可で実施。当然当局より工事中止の命令が出されますが、盛り土はかなり完成していただけではなく、線路も敷かれていた模様。先ほど新幹線と交差するところで1975年の航空写真をお見せしましたが、それに写っている盛り土は線路跡にさらにかさ上げしたものだったんですね。だからやけに立派に見えるわけです。また道路が S 字カーブを切っているのも寸図線の線形の影響を受けているという推理であっていそうです。そして国鉄は下尖線の設計変更分の費用を負担し、新幹線をオーバーパスすることを求めますが、今度は立体交差のアプローチの勾配をめぐって対立します。国鉄は30パーミルを主張しましたが、伊豆箱根鉄道は寸図線の最急勾配に合わせ 12.5 パーミルを主張。伊豆箱根側の主張通りだと三島田町付近から高架線にせざるを得ず、路線改良費として最大8億円かかる試算。同じ西武グループである近江鉄道への新幹線建設に関わる保証の正当性が問われ、交渉の風向きが変わったらしく、最終的には堤誠二の判断で下尖線の計画を断念しました。なぜ伊豆箱根鉄道はこんなことをしたのか。それは下尖線の復活を引き合いに新幹線工事に関わる保証を引き出そうとしたのではないかということ。伊豆箱根鉄道の保証をめぐっては、国はすでに現在の三島駅に乗り入れるにあたり当時の鉄道省からの保証と重複しないこと、コネ毒の印象を与えないことを考慮して処理する方向で動き、伊豆箱根鉄道の線路跡敷地で新幹線に必要な部分を約530万円で国が買収したようですが、下尖線の復活は国から金をせしめるための方便に過ぎなかったのかもしれません。今回はここまで。次回はどこの路線を歩くかお楽しみに。じゃーん。